北川八郎、人生を変える出会い。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は、ポッドキャスト各プラットフォームと、YouTube でお届けしています。今日は第255回です。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、皆さん YouTube ご覧になっている方はぜひ先生の背景を見ていただきたいんですが、先生いつもご自宅のお部屋からでしたが今日はちょっとなんか外も見えてますか。ちょっとテラスにちょっとこれなんか運べるのかなと思ってテラスに持ってきたけど、本当はもっと綺麗なあれは広がってるんですけど、光がね、はい、逆にすると顔が真っ暗なので映らないので、ちょっと横にします。でもどうでしょう、ちょっと皆さんには聞こえるか分かんないんですけど、私にはやはりあの秋の虫の音色がすでに聞こえるんですけど。あ、そうなんですか。あ、聞こえるですよね。はい、涼しそうですか。日は出てますけど。そうだって、もうすぐ稲刈りが始まるかなっていう感じですね。今年は どうですか、稲は。あ、今年は今のところ順調だと思うんですよね。こう稲刈りがこう始まる。あ、なんとなく見えそう。あ、見えないかな。あの、うん、奥の方に緑色の青々としてるものが稲ですね。うん、奥にあの、はい、稲があるんですけど、はい、ちょっとこうこれどんなしていいか分からんけど、はい、あのなんとなく雰囲気は伝わります。はい、目の前が田んぼなんですね。はい、だからもうそろそろ色がいのあの実り色っていいますかね、あの、うん、黄色、充実した色になって、いや癒されますね、という感じがしますね。ありがとうございます。ということで今日はちょっといつもとね、あの趣変えたこのちょっと外が感じられる景色から、YouTube の方でお届けしていますが、先生今日のテーマなんですけど、はいはい、私からのリクエストでですね、はい、北川先生の皆さんブログご覧になったことない方いたらぜひブログの方もご覧になっていただきたいんですけども、やはり今までのね、先生の例えば断食会、勉強会、それから過去の、書籍からですね、いろんなやっぱり言葉と解説をね、もう週何回も上がっていますので、まあ、こちらね、ポッドキャストと合わせてぜひこちらもご覧いただきたいんですけども、こちらにですね、9月29日、付の、記事でですね、まずは柔和で温かい人を目指せという言葉があって、うん、解説もあったんですけども、うん、個人的な話で恐縮なんですけど、やっぱりその温かい人を目指すとか、こう日々先生からの教えを含めて実践まだまだですがさせていただいてるんですけど、やっぱりなんかこの40歳ぐらいになってきてどうなんでしょう、皆さんがどうか分からないですけど、やっぱその柔和、今まではなんか一生懸命頑張ってある意味なんていうの、鋭く固くみたいな多分あったと思うんですけど、なんかこの柔和っていうのはなんかやっぱり必要だなと、こう周りの人に対しても、なのでこのような柔和っていうのはなんかすごくちょっとキーワードとして引っかかってですね、公私混同して恐縮なんですが、この柔和で温かい人を目指せっていうことを、まあ、改めて先生に今日伺えないかなと思いました。はい、まあ、ちょっとその前に宇坂様のことを僕も大好きでよく調べたんですけども、はい、結局宇坂様っていうのは宗教家というよりもこの世の心の法則をこう解いて、うん、みんなが病気しないでこの一生をこう、はい、豊かにというのは笑顔と食事に困らないと、よく対人関係ときちんとした家とか住まいから争いのない世界でこの一生終わるような方法則をこう提案したといいますかね、見つけられた方で、はい、まあ、それをやってごらん、そうするとお前たちは一生こうそんなに大きな悲しみやそんな大きな不幸を味わわないでこの生を過ごすことができる人間としてね、はい、その方法をこうずっと見つけて、うん、世に説いた方なんですよね。はい、でまあだから釈さんは具体的に難しいことは内容ではなくて、具体的に日常をこんなふうに過ごしてごらん、だから素晴らしい、楽しめるよこの西洋と言ってるんですね。はい、だからまあそれが、うん、このことだと悪事をなさずとか、
いたね、どんな家に住むならば、芯があり、庭でよく分かち合ったいよ、暖かい子でいなさい、うん、まあ当たり前の、今思えば当たり前のことなんですけども、はい、それでも2500年前と今比べてみても、うん、今のが争ってるし、なんかみんな傷つけ合ってるし、食べるものといい家と文明が進んで、電車と、はい、から飛行機と、携帯電話と。携帯電話といろんなもん発達したけど、みんながギスギスしてイライラしてるんですね、うん。あの頃と全然変わってない人たちがいっぱいいるっていうかね。うんはい、だからまあそのことで言ってるんじゃないですかね。うんうんうん、だからまず分かち合いたいところなんて、まあ思いやりだと思うんですね、うんうん、思いやりを持ちなさい、ところがなかなか持てないと思うんですね、うんうんうん、簡単なことは一つなんですね、僕いつも言ってね、はい、感謝する、ありがたいな、感謝本当にこれっていうのは、だから本当になんかこれと感謝すべきことなんだなっていうようななんか感情を持って生きていくと、やっぱり全然違ってきますよね。たったその一つのことで、うん、あのこれもあの人に感謝しないといけないな、これでもあの人に感謝しないな。だったらもらってばかりだと、いやいや少し分かち与えようと思って人にね、栗を送ったりとか、なんかいただきました、ありがとうございました。そんなんと一緒で、なんかあの周りの身の回りの大したもの値段はつかないけども、どこに気持ちとなんか季節のなんかはがき代わりに。やるというか、そんなんでもいいと思うんですね、うんうん、だから先生が普段おっしゃってる感謝と偏謝の話もね関係ありますよね、うん、だから感謝して温かい頃で心でいるだけでいいんだよって言われてると思うんですけど、まあそれがなかなか難しいから、まあ、改めてね、うん、あのこうやって、まあ、感謝と温かい頃と美しい景色を見ると、うん、あギスギスして自分中心で、うん、自分ばっかりで自分の主張ばっかりやってる人たちはこう苦しむよっていうことを教えてくれてると思うんですね。だから、うん、はい、いいです、うん、あ、なんかでもそういう今のお話を聞いて、そういうものの先にいわゆる入話、うん、そうですね、結果としてなりそうです、ね、そうです、その通りですよね、うん、だから稼ぐことを第一とするなっていうかね、うん、稼ぐことの向こう側にある幸せや笑顔を生むことや優しい言葉をかけられるような、うん、心の余裕を持ってなんか仕事をしなさいっていうことだと思うんですね、うんうん、でも先生おっしゃるように、やっぱその感謝っていうのはもうずっとね、もうそれこそ2500年前から多分言われてることだと思うんですけど、まあ本当つくづく毎日大事だと思ってても、まあ、もうなんて言うんでしょう、人間ってやっぱりなんか字は変わらないのかなって、あの変な意味じゃなくて、つまりどんなにこのここで先生のお話伺ってあそうだなと思ってもやっぱりすぐ 字が出てきちゃうので、もう最近改めてですけど本当に忘れてしまうので、朝晩、まあ、少なくても晩かな、必ずやっぱり今の先生の話なんですけど、今の自分があるのは、まあ、誰のおかげか何のおかげかっていうのはやっぱり感謝して、しかも書くようにしてますね。えらいね。いやいやいや、もうこれ見てる方、いやお前俺感謝されてないっていう人ずらって並ぶと思うんですけどでもそう、まあ本当にそのくらいしても、これ全然あの自分がむしろ偉くなくて、だから何が言いたいかというと、本当に忘れちゃいますね、一日で。忘れるね、やっぱこれ何なんでしょうね、人間ってやっぱりどうしても自分が可愛い、自分の利益、自分が第一ってなってしまうからですね、うん、でも本当はやっぱりそうじゃなくて、どんなに自分がお金持ちで、どんなに自分があの幸せで、どんなにあの平和で、どんなにこう食べ物があっても、周りが嫌な人ばっかりだと絶対楽しくないんですよ。いや本当ですね、うんうん、だから一番大切なのは、まず自分がこう飛んでることではなくて、はい、周りの人々とが仲の良いというか、まあ、対立関係のない、そして心が通じ合う人たちがこう、うん、家の周りや家族や友達や友人関係や、それから仕事仲間にいればね、はい、絶対なんか、うん、あの世の中に役立ってるんですよね、うんうんうん、だからまず第一は、まあ、そのことに気づいて、うん、この世の役あの自分の利益を第一とせずっていう悟りというかね、覚悟というかね、はい、それはできるようにお医者様は言ってるんだと思うんですね、うん、どんな飲食豊かで、どんな家でも家庭が乱れてたら本当に離婚や争いが多いからね、うん、
いや本当ですよね、うん、まあ多少の傷つけ合う言葉はあるかもわからないけども、第一章で言ったようにこうね、言葉で一撃で相手を倒さないように、あ、なんか、はい、自分の中イライラしてたらやっぱ言葉があきつくなるっていうかね、はい、うん、僕らの声、早川さんの声聞いてて、僕らがイライラしてたらあのこの内容絶対聞きづらいと思うんですね。なんかイライラしてる、ね、あれなんか心尖るっていうかね、アルファ波じゃなくてベータ波があれが出るみたいですね。あ、なんかざわざわしてきそうですよね、僕らが尖ってたら、うん、なんか尖ってるんですね、うんうん、だからやっぱ一番大事なのは生きるっていうのは心を安らかに、することがこう、うん、今世の大事なあれですね、うん、あの目的覚悟っていうか目指すべきもので、そしたらこう自分が望むことを多くない、うん、自分の仕事の成功や人間か良き人間関係や、うん、から自然関係もあの、ね、季節の良い時期を楽しめたり余裕が出てくるということをお釈迦様はこれで言ってると思うんですね、うんうん、先生こうやっぱりね、あの勝手ながら私の勝手なあのイメージは、先生の人生の分岐って、まあ、もちろんたくさんあったと思うんですけど、やっぱりあの、ね、断食を長断食した時の一つの分岐点かなと思うんですけど、先生が常々おっしゃるのが、まあ、私からはとても想像つかないんですけど、やっぱりその若い頃とかはね、あのやっぱり自分が自分がだったり、まさにその柔和じゃなかったみたいなお話されますけど、とても想像つかないんですけど、先生なんでしょう、今のこの、まあ、今日は柔和ってキーワードであえて伺いますが、まあ、自分で自分をってなかなか難しいかもしれませんが、いわゆる少しずつ穏やかに柔和になったなみたいな、なんかそういうポイントってあったんでしょうか。それがやっぱ本当に徐々になのか、ある日を境に変わったのか。いや、同じことをお釈迦様も言ってるし、日本で沢庵和尚が同じことを言ってるんですね。だから、なんていうか、弘法大師も同じことを言ってると思うんですけど、なんか、一生懸命修行したり、苦しんだり、そして断食したり、祈りをしたり、洞窟に閉じこもったりしてると、なんか神と通じる瞬間があるんですね。その時には、どーんとこう悟りが入ってくるんですよね。でも、それは、大きな悟りの中では本当ピンポン玉みたいな小さな悟りであって、でそれから徐々に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 変わっていくんですね。こう一挙に変わっていくっていうことは なくて、だからやっぱり怒りは消えないし、美味しいものを見たら食べたいし、まあ、快楽には弱いし、で雨ばっかり降ったら憂鬱になっていくし、そういう時にこう楽しいことってなかなかないと思うんですけど、うん、中には音楽とかね、はい、踊りとかされる方たちはそれを楽しむことはできるけれども、うん、そうではない人たちはやっぱり、なかなか鬱になってしまうと言いますかね、うん、だからそれをどうやって楽しくしていくかっていうのを教えてくれているのが、あれですね、まあ言われたように悟りは毎日、ね、徐々に身につけていく、はい、だからそれを成長というんでしょうね。少しずつこう人を祝福できるようになったり、嫌なやつを許すことができるようになったり、ああこのことがそうか、こんなにすると安らぐんだということを体験していくとかいうのが、まあ、徐々に徐々にですよ、うん、本当いろんなことに出会いながら少しずつ少しずつ。それから今、はい、すいませんどうぞ。いや50代に入ったらだからかなり心境に入れるといいと思いますね。じゃあそれまでに、それこそ以前ね、サポーターの方にお届けしたお話ありましたけど、今悟りと悟り字が違う、ああ目覚めるの悟り と、ね、いわゆる悟り、孫悟空の子、うんうん、でその小さい日々の中の、まあ、小さいといってもね気づきだと思いますけど、覚醒する方の悟りをこうどんどん積み重ねていくことでやっぱりやがてっていう話にも通じそうですね、うん、怒りとそれからなんかね、イライラっていうのは大敵ですね、はい、それはもう大抵自分中心に生きてる人たちはそれをいっぱい持ってますよね、うん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 、だからまずその辺の根っこを外して共に生きていこうっていう、でみんなの幸せの中で、自分も幸せでられるっていうことにこう気がつくといいですね、うんうん、
そのためにこの放送があるんだけど、まあ、ね、何回も何回も何回も、これで今日で何回目だっけ？今日255回です。255回聞いてもみんなやっぱさ、私もそうだけど、みんなも一気に悟らへんよね、やっぱ知識で終わってしまうっていうか。うん、まあ、ぜひね、少しずつ近づいていけたらなというふうに思います。本当、世界がこう、少しずつ変わってきて、ある日全然違う世界に入ってるっていうのは、経験しますね、うんうん、まさに今そうかもしれないです、ね、うん、だからこれはね、もう一言だけ言うと、はい、いい大学とかいい会社とか、はい、関係ないんですよ、うんうんうん、やっぱそうではなくて心のレベルをまず上げて、はい、いい大学へ行って知識を身につけて世の中に役立てた人間になっていくっていうのが、うん、やっぱり目指すべき方向かなと思いますね、うん、はい、ありがとうございます。深いお話をありがとうございました。さあ、この番組では、引き続き皆様からのご質問ご感想を募集しております、詳しくは北川先生のホームページもしくはメールアドレス北川ってマーク KIQTS.JP までお寄せください。さあ、そして、2022年もう間もなくですが、今年もカレンダーをリリースしています、北川先生の、写真、そして直接の、お言葉、非常にね、このポッドキャストと同じく、まさに今日のお話、悟りをね、小さな気づき、そして大きな気づきにつながる、言葉が、ふんだんに、美しい写真と入っていますので、こちらぜひ、北川先生のホームページ、の方に概要がありますので、チェックして、お求めいただけたらなと思います。さあ、そして、この番組では、連動した音声プログラム、瞑想の基本と実践もリリースしています。詳しくは、こちらも、概要欄をご覧いただければと思いますが、北川先生自らですね、そもそも瞑想とは何か、なぜ必要なのかから、具体的な方法、最適なタイミングに至るまで基礎知識と、ポイントを解説してくださっています。また、直接、音声で瞑想のガイドもしていただいています、不安、恐れ、苦しみの最中にある方、そして安らかな毎日を送りたい方に向けて、お届けしていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日は255回お届けしてきました。北川先生、また来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。